長野県中野市立南宮中学校です。教員の負担となっている学校集金業務を事務職員が中心となって改善した事例です。本田和之さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。私からは学校のお金の流れを変えるプロジェクトの、報告について、事務職員を中心とした業務改善について報告をさせていただきます。よろしくお願いします。すいません。まず私がこの学校に平成28年度に移動した時、教員である学園会計の先生からこんな、言葉を聞きました。朝いつもより早く学校に行って授業準備をしようと思ったら、学年費の未納金を生徒が職員室に届けに来た。領収書を書いたり入金処理をしていたら授業準備ができなかった。校長先生、なんとかならないでしょうか。学校で集金しなければならない学年費や給食費、校内で集金方法について検討を改善したりする機会もなく、前年当初担当者は教材研究や授業準備ができない、こんな悩みを持っているのではないでしょうか。また現金事故の心配、口座振替データの作成、未納督促、業者への支払い、予算書、会計報告書の作成、これって一体誰の仕事なんでしょう。学年会計の担当者のこの言葉を聞いた校長先生から私に改善策を提案するようお願いされました。まずは課題を整理すると、集金する金融機関が多くデータ作成が大変、給食費と学年費や旅行費を別々に担当しているなどがあり、同じような処理を2つの係が行っている、校内の現金の扱いが多い、個人処理が多く組織としての処理の流れとなっていないと、大きく3つの課題に分類できることが分かりました。個人処理から学校の組織としての処理に変えることで、この3つの課題が解決できるのではと考え、私はお金に関する仕組みや流れを作り上げようと思いました。課題解決に向けてはすぐにできる、実行できる課題、検討委員会で検討しなければならない課題と分けて対応することにしました。すぐにできる、業務改善、業務分担についてですが、未納金の、現金処理を中止して、保護者が金融機関で直接支払う、未納対応を教頭と事務職員で対応する等を行いました。そして検討委員会では、次のことを決定しました。集金会計業務の主管は事務室で行う、教員から事務職員です。給食費と学年費、旅行費を合わせて事務室で処理する、これも教員から事務職員、集金回数を年間一括、毎月から選択可能、インターネットバンキングを利用し、集金データの作成、集金額の資金移動、業者振り込みを実施、これも教員から事務職員、旅行積み立ては、業者の、集金サービスを利用する、これは学校から民間委託というふうになります。水筒の際の確認や決済を複数で処理する仕組み、教員、それから事務職員、教頭、集金内容の保護者説明手続きを事務室で実施します、これも、教員から事務職員です。検討委員会で検討し、組織として、業務分担し直した、結果がこの表になります。黒丸は、業務改善前、白丸は業務改善後です。教員は予算や決算書の作成、収入支出伺いを作成し、その後の処理、集金データの作成や業者への支払い、未納対応は事務職員や教頭が行うことになりました。事務職員のウェイトが大きいのですが、組織の業務全体と考えると、まあ、効率化できて業務量は減っていると思います。さて、活動の成果ですが、一つ目は教員の業務改善、
業務負担が減ったことです。先ほどの一覧表でも分かるように、教員の分担する業務内容は大きく減ることになりました。2つ目は、校内のお金の流れができて、組織として複数の職員が処理に関わるようになりました。3つ目は、事務職員が専門性を生かして、お金の流れの把握ができるようになったことです。4つ目、複数で処理することで、適正な私費負担の運営と保護者負担の軽減が図られました。最後にアピールポイントですが、支払いがの流れがいくつかあったものを一本化することでお金の流れが一つになったということです。2つ目、学校事務職員の専門性を生かして教員と共同したことです。最後に、組織として課題を解決できたかなということで、また次の課題にぶつかった時にも生きる経験になったかなと思います。すいません、以上で、お金の流れを変えるプロジェクトの発表を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。